ラウリ・レイティネンは、フィンランドの元陸上競技選手。1932年ロサンゼルスオリンピックの5000メートル走で、金メダルを獲得した選手である。レイティネンは、1932年、ロサンゼルスオリンピックの1ヶ月前に5000メートルで14分17秒、例の世界新記録を樹立。オリンピックでも、優勝候補の最右翼と見られた。さて、オリンピックの決勝は、 まずフィンランドの二人、レーティネンとラウリ・ビルタネンがリードし、他の選手たちをどんどん振るい落としていった。ただ、アメリカのラルフ・ヒルを除いて、レースはその後ビルタネンが脱落し、レーティネンとヒルの一騎打ちとなった。ラスト一周となり、ヒルはレーティネンを追い抜こうとする。しかし、ここで、レーティネンはコースを右左にジグザグに走り、ヒルを抜かせようとしなかった。 これを見た観客は激しく怒り出した。そのままわずか50センチメートルの差でレーティネンが勝利し、金メダルを獲得した。このような戦術はヨーロッパでは普通であったが、アメリカでは見慣れなかったため観客はブーイングを浴びせたのである。このレースでヒルは抗議することはなかった。レーティネンは1936年ベルリンオリンピックにも出場したが、連覇ならず。 フィンランドのグンナーヘッケルトに敗れ金メダルに終わる。1940年、レイティネンは彼がロサンゼルスで獲得した金メダルをカレリア地境で戦った優秀な戦士に贈呈する。レイティネンのこの行動はカレリアで戦死したヘッケルトへ敬意を表したものであった。ありがとうございます。